見てくれた？見てくれた？見てくれた？もし、もしなんかちょっといいなって思ったら、ぜひ来週、ぜひ来週、お会いしましょう。お会いしましょう。来月もお会いしましょう。うん。そう、今日は、ライブ映像、フルで出るのは、初めてなんじゃない？そうでもない。あんまりなんかそう、あの TikTok とかショートでは結構さ上げてもらってたけどさ、フルでさ引きでドーンって乗るのは初めてかなって思って。いやコールいいね、あれ本当に素敵でした。みんなありがとうって感じで。でもさ思い出したの、あれ見て思い出したんだけどさ、この前の公演で次の曲が最後の曲になりますって言ってさ、今来たばっかりって言っても言ってなくないみんな。今来たばっかり待ちなんだけど、今来たばっかりを楽しみにこうライブ頑張ってるから、聞こえなかった。なんか誰も言ってなかったかなって思って、いやわかんない、新曲だからちょっとしんみりしてたのかな。え、なんかそうだね、なんかあんま誰か言ってたら申し訳ないんだけど、多分言ってなかったかなって思って。そうですね。あ、なんかすごい名前の人いる。え、なにこれ、ワルツちゃんだった。普通に普通にワルツちゃんだった。普通にワルツちゃんだった。なんかめっちゃ長い名前に見えた。ゆずきね、金木見てくださいね。見てくださいね。セコマの牛乳が美味しい。え、そうなんだ。あ、え、ママがさ買いに行ってた気がする。違うか、あれ、なんかセコマの牛乳買って、え、気のせいかもしんないけど、なんかセコマで牛乳をママが買いに行ってた気がしなくもない。刺激、刺激。まだいちかちゃん出てない、出てないんですよ、出てないんですよ。この後マイバスで買ってくる。マイバスってあるよね。マイバスってあるよね。私の北海道にはないんですけど、あんまり。デイブ、デイブ、デイブ、デブってこと？デイブってなんだ？しかもデイブって何？ちいかちゃんは花粉症に有名ですか？え、なんかさ春頃になり始めた頃にさ、あのめっちゃくしゃみ、鼻水すごいことになってさ、花粉症だねって言ってから、なんか今全然調子悪くない。最近マスクしてるからかな。そういう問題じゃないよね多分。リオンとかひどいからね本当に。ずっとズビズビしてるけどさ。でもなんか前に喉痛くて病院行った時に花粉症の素質はあるねって言われたから、花粉症ちょいちょい花粉症ぐらいかな。そこまでひどくないタイプの花粉症かな。ななみどうなんだ。西村出た、あ、おめでとう。あとでツイートしよう。よかった、嬉しいね。私もちょっと負けられないわ。だってさみんなより絶対開けてるよね私。なんでだろうね。まさる難しいか、難しいか、やっぱり難しいか、難しいか。山田最初からいたんじゃないかな。そういうこと。そういうこと、そういうことね。確かに、え、そういうこと、そういうこと、嘘つけないから。そういうこと。みんなめっちゃ偉いじゃん。ゴロー、またゴローが来たよ。え、ゴロー秀樹ね。本当にそう、今来たばっかり、今来たばっかり待ちだったのか。それはしまって、そう、ぜひね。でも全員が今来たばっかりって言ったらすごいね。次からちょっと皆さん積極的に今来たばっかりって言いましょう。それをもうコールに、
コールに含めちゃおうかな、動画撮ろうかな、高屋しばった秋のり29日、来週行きます、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。まあね、コールしないよって人は全然大丈夫なのよ、コールしない派の人はいいけど、めっちゃコールみんな頑張ってくれるから、ぜひ今来たばっかりを、今来たばっかりを推奨するアイドルってなんだろうね今来たばっかり、もうこうソータ、はい、タツミ、いやもうダメだ、今日はもうダメだわ、あやのもうダメだ、私開脚先生、ありがとうございます、こんにちは、ゆかちゃん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、 MX テレビ、 MX テレビってなんだ、私さ、曲、テレビ局の名前をさあんまり知らないんだよね、てか北海道とチャンネルの番号違いすぎて、あのオーディションで東京行った時一人で泊まったんだけど、ホテルに一人で泊まったのね、でさ誰も家族とかいないからさテレビつけるじゃん、番号が違いすぎてミュージックステーションかなんか見たかったんだけど、番号違いすぎてマジでずっと押してた、中村ね、そうなんですよ、今何分よ、54分、やばいやばい、あんまりライブで今来たばっかり言う人いない、そうなんだ、アンコールの方がある、そうなんだ、キミコもちょっとなんかさっき見ましたね、至るラスト、これ朝日、もうちょっと時間ないから今日3箱もう、コアラの在庫、コアラの在庫ね、ちょっとゆっくり食べましょう、これは私が美味しくいただきましょう、なんなら冷凍するよ、なんなら冷凍する、次回から今来たばかりやったっていうのありですか、え、最後の曲です。やったーですか？早く帰りたい人みたいじゃん。早く帰りたい人じゃん。それはもう。それはもう。ね。そうだよ。まあ、新曲だったからもうしゃあないわ。この前は。ね、新曲だったもんね。しかもみんな今来たばっかりじゃなかったもんね、あの時。もう1時間くらい経ちそうだったもんね。来てから。そうだよね、そうですよね、確かに、シンセラスタイルはどんな風に選ばれたんですか、あ、こちらは普通にあの審査段階を終えて今ここにいます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちいかちゃんが次が最後の曲ですって言えばみんないいかも、本当ですか、最後の曲振り担当できるかな私ちょっとしっかりしてないからな、最後の曲ね、曲によるか、でも56分、56分、北海道はテレ朝系6、あ、6だったかもしれなくなる、6だっけ、なんかもうさ東京の番号も覚えてないしさ、北海道の番号ももうごっちゃになってるあの4番しか覚えてない、4番しか見ない今4番しか見ないんですよ、もうテレビって、もうテレビねたまに流してるけど、テレビゴールデンみたいな時間にさなんかいないからさここに猫好きさん、こんばんは、こんばんは、ありゃもう終わりだ、ありがとうございます、ありがとうございます、最後の曲ですって言ってやったってコールするのが定番のアイドルみたい、そうなんだ、そういうあれもあるんだ、
そういうあれもあるんだ。なるほどね、なるほどね、なるほどね。よし、読みましょう。みんな A は言ってた。そう、 A は言ってくれた。みんなちょっと悲しい感じは出してくれた。さすがにね、今来たと嘘はつけのませんと。みんな優しいから嘘はつけないとね。なるほどですね。よし、読みましょう、読みましょう、読みましょう。13位、ダイナさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位、カズチさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、なんだっけ、なんだっけ、さっきさ、なんだっけなんだっけ、ちょっと思い出した。あー、思い出せない、思い出せない。うん、ダメだ。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、鍋ネクさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、アロマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、コンメイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、カリキャックの先生さん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、スーダさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、高島さん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、テンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、ゼロさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、伊藤くん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位、サム、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。みんなありがとうございました、ありがとうございました。いちじく、あ、いちじく、や、そうや、なんかさっきリオンが言ってたんだけどさ、その前のさ配信でジュリがさ、ムカカさんって言ってたのがさ、もうなんかそっちの印象が強すぎて、もう忘れちゃった。ありがとうございました。おやすみ。あ、スクショ。ありがとうございます。これもさ、あれなのかな、消えるのかな。